来た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 、座骨神経痛が、来てる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 、ストレッチしよう、よいしょよいしょ、27、28、29、30、よっしゃ、さあ座骨神経痛治ったかな、あれ治ってない。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛で悩んでらっしゃるあなたに腰痛を治していくためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、皆さん今日もですね、僕の茶番劇に付き合ってくださってありがとうございました。明日はもっと上手くなれるように頑張ります。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、9割の人がやってない座骨神経痛の治し方っていうのをお伝えできればと思います。皆さんは座骨神経痛に対してどんなところのストレッチをしてあげれば良くなると思いますか？はい、お尻ですか？内ももですか？あるいはお腹の中ですか？はい、まあ、それはね、全然間違いではないです。もちろんそれで改善する人もいらっしゃいます。ただそれさえやっとけば全部ね、解決するかっていうとそうではないです。でなぜなら座骨神経痛っていうのは股関節以外のとこから来るケースっていうのもたくさんあるからなんですよね。なので股関節のストレッチをしても座骨神経痛が全然変わりません。あるいは股関節のストレッチをして10ある痛みがね、7ぐらいまで減ったけど残り3ぐらい残ってますっていう方はね、今からお話しするところのストレッチをした方がいいかもしれません。じゃあどういうところをね、ストレッチしていかないといけないのかっていうと、これはふくらはぎになってきます。ふくらはぎと座骨神経ってどう関係あるんじゃっていう方もいるかもしれないんですけども、これはめちゃくちゃ関係が深いです。でこれなぜなのかっていうと、ふくらはぎにある神経と座骨神経っていうのは同じ神経なんですよね。はい、まあ、それどういうことかっていうと、これ神経だと思ってください。でこの辺りがじゃあお尻にしましょうか。で座骨神経っていうのがあって、じゃあこの辺がふくらはぎの神経っていうふうになった時に、こう見てもらったら分かるように全部一本のね、同じ神経なんですよ。ただそれをね、座骨神経っていう風にこの部分は呼びましょう、ふくらはぎの部分は脛骨神経って呼びましょうみたいな感じで、ただ名称は違うだけなんですけども、基本的には同じ神経なんです。はい、で神経っていうのは引っ張られてしまうとしびれたり痛みを出してしまうっていう特徴があります。じゃあね、何かしらによってこのふくらはぎの部分の神経が硬くなってきてしまうと、当然こっちの方向にピッて引っ張られるわけなんですよ。そうするとね、ストレスっていうのはここら辺にかかってくるわけじゃないですか。その結果、しびれが出たりとか、あるいは痛みが出てきてしまうっていうことがありますので、ぜひね、股関節をストレッチしてもなかなか変わらない座骨神経には今からお伝えするストレッチをやっていただければと思います。はい、では早速やっていこうと思うんですけども、まあ、座骨神経痛が出てる側の足をこのような状態にしてあげてください。はい、で座骨神経痛を良くしていく中で大事になってくるのが、このね、内くるぶしからですね、こう辿っていくと骨がこうあるの、なんとなく分かりますでしょうか。はい、この頸骨にね、骨がくっついてしまってる人っていうのは座骨神経痛がふくらはぎから起きやすいですので、まあ、ここから剥がすことっていうのをやっていこうというふうに思います。はい、でまず一つ目はですね、この骨あるじゃないですか、この骨からですね、指一本後ろ、ペコってペコってへこむとこあると思うんですけど、ここの部分をね、柔らかくしていくことをやっていきます。まあ、親指をこういうふうに作っていただいて、真下にまずグッとグッと押してください。そうするとなんとなくこうツーンとするような感じがすると思います。この状態を感じれたら、ここからこっち方向にハグで、下に行ってハグ、吐いていく、吐いていく、で吐いていく、で吐いていく、吐いていくっていう感じで、上から内くるぶしの部分までやっていきます。でやっていく中で、あ、この辺は大丈夫だけど、僕の場合だったら、あ、この辺がかなり硬いなってところがあると思います。そこをね、重点的に今やってあげてください。はい、こんな感じですね。こんな感じで真下立つで、骨から引き剥がすみたいなイメージで、まあ、内くるぶしのところまでやっていきます。はい、でやっていただいた次2つ目がですね、もっとさらに奥のところに別の筋肉がありますので、
さっきの圧迫よりもちょっと強めにぐーっと押し込んでください。はい、ここね固まってる人はめちゃくちゃ痛いと思います。はい、ここねグリグリってやっていきます。はい、グリグリってやっていきます。同じ要領ですね。グリグリと、うわ、僕はここがめちゃくちゃ痛いですね。はい、グリグリとやっていきます。でまたグリグリとやっていきます。でまたグリグリとやっていきます。はい、下の方は僕はあんまり感じないですけど、ちょっと上の方が硬い感じですね。まあ、皆さんもそれぞれ、あ、ここしんどいなって思うところがあると思うので、そこを念入りにやってあげてください。はい、っていう感じで、まあ、内くるぶしぐらいまでまたやっていきました。そしたら次ですね、さっきのポコッとした骨あるじゃないですか、これ脛骨で、さっきは指1本だったと思うんですけど、そのまたもう1本後ろですね、この部分に、まあ、ヒラメ筋ってなんとなく聞いたことあると思うんですけど、そこの筋肉を柔らかくしていくことをやっていきます。もうさっきと同じようにですね、またグーッと押していただいて引き剥がしていく感じ。はい、この辺痛いですね。僕は上の方が痛いですね。押していきます。まあ、ふくらはぎは第二の心臓っていうふうに、まあ、聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、血液循環とかを しっかりねやっていくためには、ここが柔らかくないといけませんので、冷え性だったりとかむくみやすい人もやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で次がですね、さらにもう一本後ろですね、このポコッとした骨から1、2、3本目、ここですね。はい、これ腓腹筋っていうんですけど、腓腹筋とヒラメ筋の、まあ、間ってところを、まあ、やっていきます。で、ポイントとしてはですね、この膨らみあるじゃないですか、膨らみ、大体僕だったらここでこうペコってへこむんですけど、これくらいですね、ここら辺で結構硬さが生まれやすいっていう印象がありますので、この部分をここから指3本後ろに行った部分ですね、をこういう感じで、ここめちゃくちゃゴリってなりますね。はい、ここを柔らかくしていくことっていうのをやっていきます。はい、下は大丈夫だな、僕はやっぱ上ですね。はい、上のゴリゴリするところをやってあげてください。はい、いいでしょうか。で、終わった最後ですね、まあ、アキレス腱ってあるじゃないですか、皆さんここにアキレス腱っていうのがあると思うんですけども、このですね、内くるぶしから指4本、あるいは5本かな、5本にしましょうか、5本上に行って、そこから後ろにこう下がったところの、ちょうどね、こう筋肉と腱の間の部分があるんですけど、そこの部分を硬くなってる人が多いので、親指をね、こういう風にしてこっち方向にグーッと押し込んであげてください。この状態で足首を上下の運動ですね、上下運動、はい、こんな感じで20回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。で、終わったら、まあ、立っていただいて、まあ、足踏みでもいいですし、ちょっと歩いてみてください。まあ、明らかにやった方のですね、足が軽いと思いますし、まあ、座骨神経痛が今現在ある人はですね、やってみて、まあ、効果があるのであれば、おそらくここからですね、座骨神経痛、座骨神経っていうのを引っ張ってしまって痛みが出てるケースがありますので、ぜひ今のですね、ケアっていうのを続けていただければと思います。はい、今日の内容はですね、いかがでしたでしょうか。まあ、座骨神経痛に限らず、腰痛も膝の痛みも肩の痛みも全部そうなんですけども、人によって原因っていうのは違います。これさえやっとけばこれは治るってものはないです。なので、まあ、こういったですね、自分の中でどれが一番こう自分に合うのかっていうストレッチをしっかり見つけていただいて、自分の症状の改善に努めていただければなというふうに思います。はい、まあ、今日のですね、内容良かったなと思った方はいいねボタンだったりとか、あとコメントがあるとものすごく嬉しいので、コメントの方もよろしくお願いします。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。